はい、順次です。では今回プレイしていく作品はこちら、アイワナセーブザアースという、まあ、地球を守るね、そんなアイワナをやっていきたいと思います。まあ、先日、超鬼畜なカミリア3を、ようやくねクリアすることできて、まだメインプレイで3が残ってるんですが、ちょっと結構必死で戦ったので、優しめの作品を一旦ちょっと挟んで、また進めていきたいと思いますので、今回はこのセーブザアースやっていきたいと思います。制作者の方はユーツさんになります。で、今作も 7,8 年前の作品になるんですけども、単発リクエストをいただいておりましたので、このタイミングでやっていきます。では行きましょうか。早速データ1、結構短編のようなので、これデフォルトハードだけど大丈夫あ、てかミディアムないのか。じゃあハードで行きましょうか。さて、地球を守る旅、これは1時間の間に起こった勇気ある少年の奇跡の物語である。キットクのうち結構でかい3階建てですかね。政府の発表による衝突予定時刻まで残すところあと1時間となりました。世界は静かに終わりの時を迎えようとしています。この横スクロールのドット絵がなんかテラリアみたいな感じですね。隕石撃墜用ロケットの開発もついに間に合わず、今はただその瞬間を待つのみとなってしまいました。地球に巨大隕石が衝突すると発表されてからしばらくが経った。これキット君の会話か。しかし人類の努力むなしく、ついに今日を、今日を迎えることになってしまったと。ロケットの製作も間に合わず、今は世界中の人々が終わりゆく今日を無意に過ごしていることだろう。僕はじっとしていられない。たとえ何もできなくても何もせずにはいられない。外へ出よう。外出の準備だ。あ、動ける。あー、で、キッド君、ショットバスターは打てませんね、今のところ。じゃあまずはお家から、外出の準備をするところからかな。あ、2段ジャンプできない。あー、1段ジャンプちょっと珍しい。あ、マント手に入れた。宝箱調べられますね。上キーで確かね、リドミで調べるって書いてありましたんで。テレビはここ最近同じニュースがずっと流れっぱなしだ。あ、調べられるね、ちゃんと。これは暖炉は調べられない。で、登っていくんだけど、あ、これ、あ、マントを取ると2段ジャンプができるんだ。あ、キッド君の2段ジャンプのその力を、なんていうか司っていたのはマントだったんですかね。一応このゲームではそういう設定ですか。ピストルの弾を手に入れた。あ、これでバスターが、あ、これが、つまりは外出の準備か。地球を救うための第一歩って感じですかね。一歩も何も自宅の宝箱調べてるだけですけども、家の鍵を手に入れたと。家の鍵、買える用ですかね。で、これ下どうやって降りる。あ、下キーを押せば降りられますか。なるほど。で、開けて、うわー、あ、画面が変わった。セーブで入ることもでき、入ると画面変わるかなと思った。あ、そう、え、待て、これはどうなってんだ。とりあえず看板調べましょうか。とりあえずの目的としては、キッド君は外出しようと、いても立ってもいられないって言ってましたけど、タイトルから、地球を守るためにいろいろこう試行錯誤していくんだと思うんですけど、まずちょっと看板を、キッドの家と。お家か。そしたら右にも行ける。あ、誰かいるね。村みたいなところなんですかね、そうすると現在地。こっからどっかに向かっていくんでしょうけど、リミットが1時間しかないので、これは、あ、びっくり、溶岩が噴き出している。こっちは通れそうにないな。あ、ちょっと待って、会話中で動かせないんですよ容赦ないね、もう。これさっさとしないと、ちょっとその会話を読み切る前にやられちゃうから。通れそうにないな。あ、ないなで終わりか。あ、でもこれ以上いけないのか。ひとまずはいけないですね。ってことは、もしかして何かこうアイテムか何か取って戻ってくるのかもしれないですが、これリンゴには、あ、あるか。当たり判定。セーブをこの辺で取って、そしたら村人ですか、話しかけてみようか。地球の終わりか、そんなことを考えたこともなかったな。あの世でもよろしくな、きっと。地球は僕、キッドが救う。大丈夫だ、問題ない。これ間何もないね。そしてちょっと怪しいところはそうは言っても調べて行きたいと思いますので、そんな感じで進めていきましょう。隠し要素とかは特に、リドミには記載がなかったんですけど、一応ちょっと調べていこうかな。これ花とか草は調べられないですね。ロケット完成予定。
ロケット、あ、ここがもう、お、画面がスクロールして、あ、じゃ宇宙に旅立つのかな、もしかして。ちょっと話しましょうか。どうしてもパーツが足りなくてロケットは完成しなかったらしいよ。政府のバカ野郎。そうするとここにあるのが、まあ、隕石撃墜用のロケットということなんですが、まあ、テレビで言ってましたが、まあ、あの未完成なんですよね。でパーツも足りないってあそこの人も言ってましたし、まあ、ただ今後何かパーツ見つけてイベントが起きていくって感じなのかな、まあ、どうするんだろう。ちょっと一回話していきましょうか。また近くに隕石が落ちてきたらしいぜ。そのせいで地形も荒れてきたし、いよいよ終末って感じがするよな。あー、もうあと1時間でそうですよね。地球はもう滅びてしまうと。もう地球は終わりなんだ。うわー、もうやけくそになってしまうという。そしてとりあえず右の方に行って、まあ、あっちロケットありましたけど、まだ何もイベントは起きないので、まずは一旦こっちの方に行って、隕石による引力の影響で地球の重力がおかしくなっているみたいだよ。あー、急に物が飛んできたりして僕もびっくりだよ。来るでしょ。フラグでしょそれ。違う？大丈夫？お、びっくりした。もう、え、何が飛んできた？お前かい。てっきり針とかリンゴだと思ったら、早速君が右に飛んでいくのか。まあ、それとは関係なく、まあ、あのフェイントした時の針に当たってしまったんですけど、これどこで飛んできた？この辺？あ、くっそ、結構すごいスピードできますね。そしたら、フェイントか、ちっちゃく飛ぶか。あ、ちっちゃくでいいのか。うわー、行っちゃったね。他にもなんか、針とか飛んできそうな気がするけど。ん？ピンクい髪。最近雷も落ちたらしいし、本当に恐ろしいよ。いや、これ来るでしょ。うわ、きっそ。めっちゃ、ぶっくりした、もう。それ引力、重力関係ないでしょ。まあまあいいか。でかくなる分には。別にいいですけど、いや怖いな。それなんか、いやちょっと待って、当たり判定あるかな。ちょっと気にはなるんだよね。あ、やっぱあるか。いや、ほのぼのした世界で本当にいいですね、この世界観。あの鬼畜なカミリア3の、まあ、地獄のような、まあ、あの世界もね、まあ、あの達成感もすごいし楽しかったんですけど、まあ、こういうほのぼのした世界も本当に過ごしやすくて穏やかでいいですね。さて、ここら辺なんかありそうだな。飛んできそうだけど、随分と地形が荒れているな。まあ、さっきの人も言ってましたもんね。こんなところに穴なんて開いてたっけか。下入ってくのかな。下で良さそうだけど、まずちょっとこっち行って、あ、ここ行けないか。ここがそもそも届かないか。そしたら下一択ですかね。行きましょう。よっ、あ、来た。こんなところに洞窟が。気をつけながら進もう。あ、今度左行くんだ。あ、びくしか。まあ、今みたいに落っこってしまうので、まあ、足元もろくなってると思いますから、本当に気をつけていきましょうか。まあ、足元注意と見せかけて、針とかも飛んできそうだけど、どうだろう。ああ、そこちょっと入りたい。ほっ、何もない。まあ、毎度のことながら、隠し要素、ネタ要素は調べていきたいと思います。まあ、ないと分かったら途中から調べないかもしれませんけど、あ、ちょっと。それまではね、これ、キッド君、地下に降りて左に向かってってるけど、そうすると家の方に、また方向的には向かってくってことになると思うんですけど、としたら、あの溶岩地帯あったと思いますけど、そこ行けないね、多分。行けるか。あ、行けないか。溶岩地帯あったと思うんですけど、ここも何もなしね。ここ落ちる。落ちない。あっちの方に向かってくってことだよね。溶岩が吹き出していた、あの辺に。そんな、ちょっと待って。あ、でもなんかここ行けそうな気がちょっとするのだが、あー、行けたけど何もなしか。すっきり。その針がレーザー撃ってくるのは隕石関係ない気がするけど、さて、そしたら誘発か。この辺、この辺、この辺、え、ここでも出ない。じゃあ戻るんじゃなくてジャンプでかわせってことか。よっ、来た来た、アップね。そういうことか。天井なし。よっ、まあ、難易度は非常にやりやすくて優しいですね。まあ、ゆえに、まあ、プレイしてるってのもあるんですけど、よいしょ、ここ、ちょ、これセーブブロックがないから、なんかこの辺でセーブとかしちゃうとちょっと積むことはないでしょうけど、こうやるとちょっと危険ですよね。うん、まあ多分大丈夫だとは思いますけど、よいしょ。さて、ちょっとなんだ、うん、これは、あ、溶岩か。溶岩どこまで流れてくんの。そこで止まる。これって当たり判定、ああ、ありますよね。そしたら刺すの、あ、いや、危ない、ここで、そこで取ってたの忘れてた。さっさと行けってことか。さっさと、ああ、さっさとか。着地すぐに
ジャンプするぐらいの気持ちで行く。よし、オッケー。上なしと。さあ左行こう。ああ、ファイアボールが飛んできている。あれはマリオのクッパ城でよく見るやつですね。そしてここ、ちょ、危な、危なかった。ちょっと待って、もう一回。直前でパターンが変わるっていうのはどういうことかしら。ほっ、ダブルでくる。よし、オッケー。タイミングをよく見て。ここ上とか、上とかなんかある。よっ、なし。まあないか、そこさすがにないか。ちょっとやりすぎ感はありましたけど。そのスカルフィッシュちゃんは何もしてこないかな。とりあえず行こう。よっ、よいしょ。あー、溶岩が吹いてるけども、これ下、あ、しまった。ちょっと下降りる必要はないか、ないけど、まあ、スペースがあるとちょっと気になりますから、まあ、右下左下降りてみましょうか。まずはちょっと溶岩吹き出してるから気をつけながらにはなるんですけど、こっち行こう。よいしょ。特に何もないか。これ当たり判定あると思うんで、特に何もなさそうか。今度は左下行ってみましょうか。特に何もなさそう、なさそうか。もうすっきりしたんで越えてっちゃいましょうか。よいしょ。越えて行きつつ調べつつ。危ないね、結構乱数が激しく飛び回ってますが、ここ、これ、ちょっと待って、なんで直前に沈むのよ。気になりポイントもまあありつつも、まあ、溶岩は基本当たり判定ありということで、ここは沈まないでしょ。あ、もう今沈む警戒のファイアボールか。もうない、大丈夫ね。ちょっと結局沈むんかいというね、まあ、そういうところなんですけど、よいしょ、まあ、瞬間ジャンプで回避していく。これハードモードになってるのって多分リボンをつけないためにっていうことかな、まあ、そういうちょっと、まあ、リボン、ちょっと、まあ、リボンあるとね、ちょっと可愛らしく見えてしまうので、まあそのオブジェクトからまあ消せばっていうのもあるかもしれませんけど、ちょっとやっぱり地球を守るということもあってシリアステイストになってるんだと思うんですよね。ここさ、待って、どうするこれ、どこで、結構トリガーが手前か、もうちょっと、もうちょい手前か、トリガーがちょい手前なんで、ここか。アップな、もう大丈夫。これまた上に上がることない、二段構えの可能性もないとも言えないけど、こっちなんかある、気になる空間ではあるけども、何もなしか。この大掛かりな、この何、プレスギミックのために設けられた空間ってことですかね。よいしょ。この辺も何もないか。どうしてもあの空間があると調べたくなっちゃうのよね。ここ落ちるでしょ。あれ落ちない、ここ落ちんのか。セーブが見当たらない。これなんか、うっ、来る、よかった、フェイントしておいて。ちょ、もう一発来るか。あ、もうずっと来るのか、継続的に出るのね。よ、ここもフェイント狩りありそうな気がしますけど、そろそろ大丈夫かな。あ、大丈夫。おお、一個だけ罠、ちょっと、あっぶな。うわー、うまくかわせた、たまたまですね、本当に。あ、ここが溶岩源だな、どうにかできないものか。これさ、下手したら当たりそう。ちょっと待って、まあ、毎度のことながら早くセリフを読まないとやられてしまうということもあるので、どうにかできないものか。そして、あ、動ける、動ける、ボス戦かと思ったけど違う、これ、ちょっと危ない、ちょっと、あ、来た、なんだこの岩は、急に飛び上がったぞ。そうか、これを使えば溶岩源を塞げるかもしれない。塞げる、あー、あ、待って、ダメージ与えると小さくなってって、あの塞げるぐらいのサイズに、これちょっとなんか分裂しての倒せんのかな。塞げるぐらいまでちっちゃくして、あの、それであそこに埋め込めばいいってことかぽいな。あ、来た、これ一応ボス戦扱いか。あー、まあ、そんなに強くなかったですね。ん、あ、強制イベント、あの、弾けたすごい勢いで上に上がってっちゃったけど、え、あ、新しいとこ来ましたけど、ちょっとさっき左にも行けたんで、あそこ行けんのかな、飛び越せたら行けたんでしょうか。ちょっと一回リセットしてちょっと試してみますね。で、注意しなきゃいけないのは、その分裂してる弾には、まあ、あの、岩には当たり判定ないので、要はあの、かき消すことのようなことができないんですよね。なんでそこだけちょっと注意しつつ。これどんだけちっちゃくなるのこの本体。もう結構ちっちゃくなっちゃったけど、これ塞げないレベルまで行くんじゃない。どこ、あれちょっと小さくしすぎてどっか行っちゃったんだけど。さあ、こっから大ジャンプで、いっ、ダメだ、またぐことは、飛び越すことはできないですか。まあ、強制的にイベント入っちゃいますね。
ってことは左側は行けないで良さそうですかね。うわーと。そして天空へ行って、まあでも隕石を、あ、もうロケット使わずに行くってことかな。うーん、ここは雲の上、うーん、なんて不安定な足場なんだ。調子に乗って落ちないようにしよう。そういう、あ、確かに不安定だ。